10月19日、坂出市民美術館で、入谷真由電子オルガンリサイタル、坂出市民美術館で奏でる展覧会の絵が開催されました。綾博市坂出市長は、ぜひ楽しんでくださいと挨拶しました。夜の美術館コンサートで楽しんでください。大きな拍手に迎えられながら、入谷真由さんが会場に入ってきました。入谷さんは坂出出身で、坂出高等学校音楽科を経て、上海音楽学院本科電子オルガン専攻を卒業しました。現在は上海音楽学院大学院現代楽器科電子オルガン専攻在学中です。2011年、徳島音楽コンクール電子オルガン高等学校部門で金賞及び最優秀賞を受賞し、その年の徳島芸術文化祭にて演奏会を行いました。また2015年には中国二胡演奏家サオレイ氏と上海音楽庁にて共演。2016年には日本国領事館で日中交流演奏会、香川、名古屋、東京の3都市でサオレイ氏の共演者としてコンサートツアーに参加しました。入谷さんは日本国内だけでなく世界的に活躍する若手演奏家です。今日は初めてのリサイタルということで、地元坂出市で演奏できることが本当に嬉しく思っております。またこの素敵な絵画と共に一緒に演奏できることを本当にもうまあ時もそうなんですけどワクワクしております。お姉ちゃんの初めてのこの日は妹の咲さんが心強い助っ人として司会進行を務めトークで会場を盛り上げました。有名なクラシックの音楽演奏だけでなく自身で作曲したエンドレスも披露されました。この曲には変わらない大切なものが永遠に続いていくという思いが込められています。良質な音楽と絵画という異なるジャンルの芸術の融合を体感できるリサイタルの模様は10月21日午後6時15分から初回放送の情報プラスワンでたっぷりとご紹介します。